2021年12月22日です。水曜日です。昨日は娘がバンクーバーから帰ってきて2週間の自主隔離期間を終えて自宅に帰ってきました。今日はまあ至って普通の日ですね。特に何もありません。明日は書籍の発売日ですね。会社は仲良しクラブでいいという、はい、書籍の明日発売日です。ちょこちょこと出版イベントの話も来てるんですけども、なんかやっぱりコロナ禍だと出版イベントとかのイベントの集まりも悪いみたいで、どうなんでしょうねってとこですかね。そうですね、映ってましたね、その格好で。その格好で。何事もなく。誰も何も。誰も何も。さん顔は僕と一緒ですよね。一緒ですか、これ。なんかそんな感じですよね。かなり確かに、メガネが違うぐらい。うん、あ、もう食べてる、ショーンさん。うん、食べてる。私も食べよう。明太子ご飯いただきます。もう今日はもう単純によかった忘年会ですよ。あ、そっか、今日忘年会、そっか、なんか今日あったなと思いながら、今日忘年会だ、これ忘年会だ。でも忘れたいこと LT やろうと思って、うん、あ、そうだ、資料作ってない結局。そうだそうだ、そうですね、そういうのやろうって言ったんだけど、その場で言い合いましょう。忘れたいことを話すために今忘れたいことを思い出さないといけないですね。そうそうそう、わざわざ詳細に説明するために忘れたいことを、忘れたいことを、忘れたいことを、忘れたいことを。VR の活用を進めているのは、うん、タスク管理などのソフトウェアを開発するルーラボです。新型コロナウイルス感染拡大の影響で去年2月から全社的にテレワークに移行して以来、オンラインでのコミュニケーション構築にと様々なアイディア、ツールを活用してきました。ねえ、その一つが VR 技術の活用です。仕事終わったので帰ろうと思います。今日は水曜日でワークルームスでのランチ会と、それと夕方というか夜8時から今度はワークルームス飲み会となっています。あ、そう、椅子をね買い替えて、すごい高い椅子に座ってるんですよ。高い。あ、高く見えるんだ。ちょっと調整しようかな、高さ。すごい高く見えますね。うん、すごい高い。肩書きと一緒で、肩書きと合わせてるんですよね。何を？高いところから、上から、高いところから、高いところからも。上から目線で。とにかく我流さんたちは心配ないと思うな。やった、よかったです。自分が心配になったけど。じゃあプラスアルファでこれ持ってきてたらもっと楽しくなるよっていうのもあったら教えてほしい。薪をね、薪ついてるんよね多分ね。何も持ってこいとは書いてなかった。本当に持ってこないよね。完全手ぶら。あの、それでどこまでいけるか挑戦しようぐらいで。僕もあそこに、あそこにその手ぶらプランで泊まった時はもう何も持ってなかった、手に。あ、手に何も。手も車も。背中には、いやいや、背中にも持ってなかった。あ、バッグ。着替えすらない。着替えだけかな。着替えだけ。着替えだけ。うん。もう。で、よかったと思う。橋本さんがキャンプ行き始めた時期。行き始めて1年ぐらいした時期。あ、結構行ってた。そうそうそう。もう結構行ってたんす。そうそう、コロナ前に、あの、自分、身の回りキャンプブームになってたから。はい、キャンプでやってました。言ってたのよ。なんだ。ヒロシの YouTube を。かなり面白いですね、あれ。うん。で、コロナになって、すごい流行ったもんね。キャンプはね。流行りましたね、アートとか。それの前からちょろっと。
そうそう。今度はもう、僕ら手ぶらで橋本さんのピザを楽しみに行けばいいですね。いや、ほんと。今夜のワークルームス飲み会は、キャンプと、あと、メタバースと、ブロックチェーンの話題で盛り上がりました。非常に楽しかったです。おやすみなさい。